孫さんが好きすぎるね、君たちね。いや、でも孫さんは、めちゃくちゃ無責任なこと言うと、本人も気づかないところで今が一番幸せな気がする。やっぱりね、あの人は、これも間違いなく、もう断言できるんですけど、やっぱり義務は無理なんですよ、あの人は。これをやってください。これをやらなきゃいけないっていう境遇になった瞬間にやる気を失う人だから、今の方が合ってるよ。本当に。まあ、本人はね、いや、そうは思ってないかもしんないけど、うん。そう。いや、ストフォの時もやっぱり、ね、ちょっとこう、いやいや感があったから、うん。あの人やっぱね、楽しくやるのが合ってると思うよ。で、実際、楽しんでる時は強いしね。まあ、トパンガが面倒見てるし、最高でしょ。だからちょっとなんか向こうで話になったのが、プロゲーマーで、ね、3本の指に入るぐらいエンジョイしてるの孫なんじゃねえかっていう、いう気はするよ。下手したら1位だよ。そうそう、仕事になるとダメ。しかもなんか、中途半端なプロが食えなくなってもなんか孫は食えてそうな気しない？なんか、なんだかんだあいつ食えてるな、みたいな。いう気がするんだわ、あいつは。まあ、あれキャラクターがね、やっぱりいいっていうか、癒し系だから、そうそう、あれは、あいつは大丈夫だな。実力よりもある意味じゃ、確かな保証だからね、人間性っていうのはね。強さはほら、ゲームが変わったりすると、変わっちゃったりとかさ、するかもしんないけどね、年齢とか、努力とか。人柄は変わんないから。